日本鹿児島県鹿児島市名山町名山町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0821。人口は337人、世帯数は219世帯。1965年に地区町の全部、6日町の一部、安井町の一部より設置された町である。同年より全域で住居表示を実施している。 本校では1965年の住居表示実施に伴う町の再編により町の全部が廃止され、名山町の一部となっている6日、町、地区町についても記述する。町域の東部には、薩摩半島の港沖、薩南諸島北部に位置する上三島の区域からなる自治体である鹿児島郡三島村の村役場が設置されている。鹿児島市の中部、 城山のふもとに位置する。町域の北方には安井町、南方には泉町、金星町、西方には山下町、東方には本港新町にそれぞれ接している。名山町は主に小規模な住宅用地、店舗併用住宅用地、商業用地からなる。町域の南端を東西に朝日通りと呼ばれる国道58号が通り、東部を南北に、 鹿児島県道204号鹿児島停車場線が通る。東部には日本でも三村しか存在しない自治体の区域外に所在している町村役場の一つである三島村役場が置かれている。町名は江戸期頃に付近にあった名山堀に由来している。名山堀は小川町の南部から山下町。 名山町を抜ける全長約760メートル、幅約12メートルの堀であり、対岸にある桜島が堀に移り眺めが良かった、ことから名山堀と名付けられたという。現在、堀は埋め立てられており、港大通りなどに転用されている。港大通りを鹿児島市役所側から桜島方面を望む。名山町は写真右手に当たる。 かつては、名山堀が流れていた。現在の名山町は1889年の市政守工事の地区町の全部、六日町の一部、安井町の一部にあたる。江戸時代、編集名山町の前身となる六日、町、地区町は、江戸時代から見える町であり、共に、鹿児島城下下町のうちであった。江戸時代の六日町は、広工事に、 薩摩藩の考察が設置されており、町内では毎月6の月日に市が開かれていたという。地区町は安永年間に海岸が埋め立てられた区域に成立した町であり、地区町は築地町とも称されていた。明治時代以降、編集明治時代前期は6日、町、地区町ともに平民が多く住んでおり、町人街であった。明治時代になると築町には、軍役所や銀行、 商法会議所が置かれた。1877年には、大区省区制による区長事務取扱所が地区長に設置されたが、軍区町村編成法が施行されたのに、伴いそれまでの大区省区制に変わり、軍制が敷かれ、1879年には、地区長に、鹿児島軍、谷山軍、日置軍、熊毛軍、ゴム軍の五軍を管轄する軍役所が設置された。 その後、軍役所は1881年に山の口馬場に移転した。地区庁は明治時代後期には鹿児島港の玄関口として賑わいを見せ、六日町には郵便局と警察等所が設置された。また、六日町は大正時代以降、鹿児島港に近い立地から商業地域となった。1889年に市政が施行されたのに、伴い、 鹿児島城下の47町及び近在の3村より鹿児島市が設置され、6日、町、地区町、安井町はそれぞれ鹿児島市の町となった。1897年に6日町に鹿児島県最初の電気事業者である鹿児島電気株式会社が設立され、鹿児島市及び周辺自治体に電気の送電が始められ、1910年には 地区町に鹿児島ガス株式会社が設立され、ガスの供給が始まった。また、鹿児島市市第2巻によると1924年時点では、地区町、6日町の全個数に対して、ほとんどが商店であり、商業区域であると記載されている。第二次世界大戦後の1947年12月25日、稲荷町12番地に設置されていた。 豊島村仮役場が地区五52番地へ新たに庁舎を建設。豊島村はトカラ列島と上三島から構成される村であったが、1946年に豊島村のうち役場がある中の島を含む北緯30度以南のトカラ列島が日本国政府の行政権下から分離され、アメリカ合衆国の統治下に置かれたため、日本国政府の行政権下に残った上三島の区域を管轄する。 村の役場が鹿児島市に設置された。地区町に役場を置いた豊島村は1952年に北緯30度以南北緯29度以北が日本国の行政権下に復帰したが復帰した区域をもって新たに豊島村が設置されたため上三島の区域は北緯30度以北に区域を変更し同時に村名を三島村に解消し地区町に設置されていた。 豊島村仮役場は三島村役場となった。町の再編前後の名山町の地図。赤の破線が現在の名山町の区域を示し、青色の区域が旧6日町、赤色の区域が旧畜町、黄色の区域が駅井町である。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市外地域の住居表示に着手した。 1965年7月20日に6日、町、地区町、駅井町を含む区域で住居表示を実施することとなり、住居表示の実施に合わせて地区町の全域及び6日、町、安井町の各一部の区域より名山町が新たに設置された。また6日町の一部は山下町に編入され、地区町及び6日町は廃止された。 飲食店が軒を連ねる名山堀名山堀と呼ばれる下町の飲み屋が連なる地区があり赤町賃と呼ばれる飲み屋が立ち並ぶ木造建築の狭い長屋が連なり古き良き昭和の下町として地元メディアなどで紹介されている名山町に本社を置く鹿児島酒造が販売している焼酎名山堀は名山町の地域活性化のために通り買い 町内会と共に開発した商品であり、名山堀の地域限定で販売されている。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。金星町との境界上に位置する朝日通電定、国道県道鹿児島市交通局鹿児島市電1、系統2系統。 ありがとうございます。